おはようございます。今日もご質問にお答えしていきたいと思います。お名前レイさん、性別男性、タイトル声を当てる場所とその感覚について、内容スピッツのロビンソンを元気で歌えるようになりたいのですが、一番高い部分が出ません。低音部から超高音部へと音が上がるにつれて、声の当てる場所も胸、鼻、眉間、頭のてっぺんに変わっていくと聞いたのですが、頭のてっぺんに当てるという感覚がよくわかりません。別な表現や感覚をつかむコツはありませんか？また脱力や支えができると声を当てる感覚がわからなくても自然と出るようになるのでしょうか？アドバイスをお願いします、というご質問です。まずこの方はスピッツのロビンソンを元気で歌えるようになりたいっていうことなんですけども、僕以前にもお話ししましたけど、人には音域っていうものがあって、例えば音域がここにある人もいればここにある人もいるわけですよ。要するに高い音はすごく出るけど低い音が全然出ないとか、低い音はすごく出るけども高い音はあんまり出ないとかっていうのは人によってあるんですよ。なので例えばこのレイさんが僕みたいにちょっと低めの声を持ってたとしたら、このスピッツのロビンソンを元気で歌えるようになりたいっていうこの考えは諦めなきゃいけないです。僕の音域とスピッツの草野さんの音域っていうのは全然違うので、このレイさんがスピッツの草野さんと同じ音域を持ってるならいいです。草野さんと同じ音域は持ってるけども、草野さんには発声技術があって出せる音域が、自分は発声技術がないことによってここを出すことができないっていうんだったらそれはいいです。ただ音域自体が草野さんよりも低いのであれば、もうこれは草野さんと同じ音域を出すのは諦めなきゃいけないです。それはまず分かってください。その上で技術的に高い声を出すにはどうしたらいいかっていうことになってくるんですけども、まずこの胸、鼻、眉間、頭のてっぺんに声の当たる場所が変わっていくって聞いたってことなんですけど、僕にはその感覚がまずないです。最後の質問に、脱力や支えができると声を当てる感覚が分からなくても自然と出るようになるのでしょうかっていうことなんですけども、そもそも僕はポップスには支えはそんなに必要ないと思ってるので、まずそんなにポップスには支えは使いませんし、声を当てる場所っていうのは掴んでおかないと、どのジャンルを歌っても歌えないので、声を当てる場所っていうのはちゃんと掴んでおかなきゃいけないです。こっちが使えるようになったら声を当てる場所が掴めるようになるわけではないので、それは勘違いしないでください。でいつも申し上げているように、ポップスを歌うにしても何を歌うにしても、しっかりした高音域を出せるようにするためには、ちゃんと喉を開けた状態で高音域を出せるようにした方がいいです。ちゃんと喉を開けた状態の高音域を練習しないで、喉を閉めた状態でああってずっと高音域の練習をしてても、本当喉をおかしくするだけで、いつまで経っても高音っていうのは出るようにならないんです。で中にはすごく才能やセンスがある人は、ちょっと喉をコントロールして喉ちょっと閉めてからミックスボイスで高音を出せるようになる人もいますけども、普通の人はそれできないです。喉がもともと閉まってるし声もあんまり出ないっていう人は、そういう練習はしない方がいいです。まずはしっかり喉を開けて、ちゃんと地声で高い音を出せるように訓練をしていった方がいいです。例えば喉を開けた状態で、おっていう風に高音を出せるようになったら、あこういう感じでちょっと喉を閉めた状態でも高音っていうのは出せるようになりますから、ただ僕は今みたいに喉を開けた状態でちゃんと高音を出せる技術があるから高音を出せるんですよ。それをポップスでは喉を開けた声は使わないからといって、ずっと喉を閉めて高音の練習をしてても喉を痛めるだけで高音域っていうのは広がっていかないということです。なのでどんなジャンルを歌うにしても、高音域を広げたいのであれば、ちゃんと喉を開けた状態でしっかり出せるようにしていくということが重要です。そういうふうにやっていけば声っていうのは育っていきますから、必ずそういう方向で練習をしていっていただきたいなと思います。はい、今日も参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。